小笠原美香です。今回は食べ物に関することと聞いて、食べるのが大好きな私はもうワクワクしながら、こちらの会社エースシステムにフォーカスしてきました。ベストショットはこちらです。これただの料理じゃないんです。こちらには私たちの食の未来を切り開く革新的な技術が詰まっていました。それではエースシステムにフォーカスさん。さあ、エースシステムの開発センターというところにやってきました。あの方ですかね。こんにちは。どうもこんにちは。アンテナさんの小笠原と申します。あ、どうも、エースシステム佐古と申します。よろしくお願いします。本日どうぞよろしくお願いいたします。さあ、詳しくお話を伺いたいんですけれども、はい、まず、はい、エースシステムはどんな会社なんですか。はい、もともとですね、もう今から35年ぐらい前、1988年にエース電機という電気屋さんからスタートして、それで産業用機械の方をするようになりました。で、その産業用機械というのも、省力化機械で、例えばですけども、ベアリング、自動車とかに使っているベアリングですね、でそういったものを精度がすごくよく、加工もできるという機械であったりとか、地元でですね、のタオル屋さんが、うちは地場産業としてありますけども、はい、そのタオルの、梱包するのに圧縮して、こうビニールの、PP バンドですね、それを巻く機械っていうのは当初それほどなかったので、それを開発させていただいて、今もなお動いております。今私たちの後ろにあるこの機械は何なんですか。はい、よくぞ聞いていただきました。まあ、実はこれ連続蒸気炊飯器と言いますけども、はい、ご飯を炊く機械、こちらからお米が入ってきて、で見ていただいたら、網の、はい、メッシュのベルトコンベアですね。でその上に、お米がこう入ってきます。でそれで、加熱水蒸気という蒸気を使って蒸し上げていくことで、だいたい約30分ほどでご飯になって出てくるというのがこの機械です。これはお米専用なんですか。ここがお米が入るところなんですけど、はい、これを取っ払うと、この後ろの方からですね、野菜をトレーに乗せてそのまま蒸し上げるという、実は野菜も蒸し上げることのできるマルチスチームクッカーという機械になります。この機械で作るメリットってどんなところですか。はい、これはですね、今までご飯を炊く連続の炊飯器っていうのは世の中にたくさんあるんですけども、はい、やはり釜っていうので、炊いております。でそうなるとすごくこう場所を取るんですね、約4分の1、5分の1のスペースで、このコンベアの上にお米が乗るだけでご飯になって出てきますよということのメリットと、でうちがですね、で初めてその加熱水蒸気をコントロールすることによって、ご飯をふっくらと美味しく炊き上げるっていう技術を身につけました。それが大体30年前に特許取ったっていうのがそれなんですね。加熱水蒸気、はい、これは何なんですか。はい、水がですね、熱を加えることによって、蒸気になります。はい、でその蒸気をですね、さらに100度以上に加熱することによって発生するのが加熱水蒸気と呼ばれます。でその加熱水蒸気を出ることによって美味しいご飯を炊き上げるという技術になってます。ちょっと難しく感じるところもあるんですけど、実はですね、今弊社は大阪公立大学と共同研究しておりまして、でそれでいろんなことが良さが分かってきました。はい、蒸気はどん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 出し続けます。でそのことによって、この中はですね、低酸素状態、例えば野菜なんかでは色が変わらなかったり悪さするような菌、それを死滅することによって保存料とかそういったのは一切使わなくても日持ちができるっていうのが分かってきました。でましてやその野菜臭さであったり魚なんかも生臭さであったりっていうのが取れるっていうのはうちの機械の特徴でもあります。鶏肉とか牛肉、豚肉、これ熱を加えることによって硬くなるんですね。でこれは加熱水蒸気で中がふっくらとすごく美味しい柔らかいお肉に仕上がります。もういいことばっかりじゃないですか。そうなんです。実はですね、この機械を使っていろんな食材を今開発していっているところです。こういったものです。お米と水と
生のサバを入れて蒸し上げてトップシールしたものがこちらです。でこちらは野菜をそれぞれ蒸し上げたものをパッケージにしている時短調理キットになります。でこれを通販であったりとか EC サイトで販売していっています。将来はですね、介護食であったりとか学校給食であったりとか、そういったいろんなところに活用していただけるように開発を今進めていっているところございます。ちょっと興味ありますね、はい、では一回ちょっと召し上がってみますか。今食べられますか。食べれます。いいですか。はい。それでは実際に加熱水蒸気で調理された商品をいただきたいと思います。では商品の紹介をお願いします。はい、こちらがですね、加熱水蒸気で炊き上げた驚くほどふっくらとして美味しいサバご飯です。青魚特有の臭みもなく旨味を強く感じていただけます。ご飯だけでなくサバの身もふっくらと仕上がっており、これだけで満足していただけます。さあそしてこちらは加熱水蒸気で驚くほど柔らかく仕上がった鶏胸肉と、旨味と甘みをたくさん引き出した色鮮やかなブロッコリーのサラダです。いや、どちらも美味しそうですね。調理方法はレンジでチンするだけです。時間はどれくらい。500ワットで2分加熱してください。わかりました。さあ2分経ちました。よいしょ。おー、この鶏胸肉は何分入れましょう。そうですね、500ワットで片面30秒ずつチンするだけです。温まってますね。ブロッコリーの横に出していきます。よいしょよいしょよいしょ。さあ、二品とも完成しました。ではまずはサバご飯からいただきたいと思います。ご飯とサバ一緒にいただきましょうか。サバ臭みがないです。美味しい。でお米一粒一粒が立ってますね。これは美味しい。では続いて鶏胸肉とブロッコリーで、これ本当にレンジで温めたお肉ですかね。すっごいしっとりしてます。胸肉って特にパサパサになりやすくないですか。加熱水蒸気でしっとり仕上げることができてます。でブロッコリーもまた色めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、甘いこんなにブロッコリー甘いんですか。そうなんです。こういった料理が加熱水蒸気で作られて、またレンジでお家で食べられるようになるんですよね。はい。さあ試食させていただきましたが、はい、本当に美味しくて、で、はい、手軽に調理ができて、これはもう消費者にとって本当に嬉しい商品だなと思いました。はい、エースシステムの今後の展開はいかがですか。はい、この技術を使って今世の中で問題となっておりますフードロスの問題で、それに少しでも貢献できるように廃棄野菜であったり、そういった規格外野菜で、それをですね商品化して、で世の中のためになるようなものを商品作りしていきたいと。で今農家の方々が高齢化してきてます。で後継ぎ問題であったり、でそういったところに貢献できるようにスマート農業ということを取り組もうとして、今日々いろいろ研究していてございます。弊社の会社のモットーとしては、新しい常識を作りますというのが我々のモットーでございます。今までこうずっと培ってた常識っていうのはこれもなくて、もう我々が自分から新しい常識を作ろうということで、うちの会社は一致団結してそういった取り組みをやっていっています。これからの広がりもまた楽しみですね。はい、また見ていてください。はい、いろんなことをちょっと調整していきますから。エースシステムいかがでしたか。長年培ってきた確かな技術と産学連携の研究成果を未来へとつないでいく、まさに新しい常識を作るという言葉がぴったりな会社でした。今日撮った写真はアンテナさん公式インスタグラムにもアップしていますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。以上、フォーカスさんでした。